天草市立五所浦白亜紀資料館は、熊本県天草市の離島の五所浦島にある恐竜や化石をテーマとする天草市立の自然系資料館。1997年に五所浦に分布する白亜紀の地層から天草で初めてとなる恐竜化石や日本最大級の肉食恐竜の葉化石などが発見されたことから、同年7月、五所浦島開発総合センター内に開設。 恐竜やアンモナイト、貝類の化石など、約1000点を常設展示している。近くには、トリゴニア砂岩化石採集場があり、化石採集体験がいつでもできる。また、アンモナイト館、白亜紀の壁、二垣化石公園、弁天島の恐竜アジアと化石発見地、京白の恐竜化石発見地、トリゴニアの壁など、島のあちこちに化石や、 地層の見学できる場所があるほか、恐竜のオブジェなどもあり、島を丸ごと博物館として楽しむこともできる。2007年、五所浦は日本の地質百選に選定された。天草五所浦ジオパークは2009年10月に日本、ジオパークに認定された。その後、2014年8月に対象範囲を拡大し、天草ジオパークとして認定された。これにより、 ジオパークとして認定された面積は、これまでの20平方キロメートルから876平方キロメートルへ拡張された。各校から定期船が就航している。定期船の詳細。2021年1月10日閲覧。その他、海上タクシーが利用できる。天草市立御所浦白紀市領館条例 AB、天草ジオパーク拡大認定。貴重な財産、地域の誇り。 西日本新聞、2014年9月23日閲覧、ありがとうございます。